いきまーす。せーの、ポチ。はい、これが今現在の僕の視点でございます。この部屋で、要は生活のすべてを完結させなきゃいけないので、ここにテーブルを置いて、ここから、ここを見ながらね、撮ってるんですよ。で、水道は水しか出ませんと。もうね、この時期、洗い物がすごい辛いんですよ。はい、どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。今日はですね、こちら、僕の新しいお家の撮影部屋を皆さんにお見せしていきたいと思います。ルームツアーをね、全部やってしまうと、この部屋を、まあ、全部見せることになってしまうので、ここね、結構こまごましてるんですよ。コーヒーの撮影セットだったりとか、配信機材とか。ちょっと動画を分けようと思いまして、また改めてね、今後、ルームツアーをやりたいと思います。とりあえず今日は、ここをお見せしましょう。僕がどんな風にコーヒーの動画を撮っているのか。まあ前のね、お家の動画を見た方は多分もうほんと涙が出るくらいのあ、進化したねっていうくらいの、ね、すごい劇的な変化なんで、ちょっと見てくださいよ。それでは、はい、どうぞ。はい、というわけでこちらが部屋の全体像でございます。広くなったでしょ、本当に。前の部屋よりね、断然広いお部屋でございます。まあ 2LDK でね、そのうちの1部屋なんだけど、これがまあ3部屋くらいありますんで、家全体としてもまあ3倍以上の広さになりました。で、ここをメインの撮影部屋として使っていきます。で、他の部屋もね、一応まあコーヒーの撮影できるようにはしているんですけれども、まあ、あくまでメインはここでということで、まあ、とりあえずね、部屋紹介動画とかでいくらか見せたんで、ある程度は皆さんもご存知かとは思うんですけれども、ここがまず、1カメ、2カメ、3カメ、こんな状態でやっております。で、ここにね、バカでかい照明がありますけども、こっちから見るとこんな感じですね。ファルコンアイズの RX18TD っていう、まあ、結構いいやつ置きました。前のうちはね、絶対こんなでっかいの置けなかったんで、ようやく置けました。これをまあメインライトとして、で、向こうはフィルライト、ここにバックライトを置きまして、まあ、3方向からね、照らすことによってしっかりとしたライディングを、まあ、しまして、で、ここにね、まあ、補助的な感じでおしゃれなやつを置いております。ちょっと裏側で、ね、見づらいかとは思うんですけれども、この黒いところは、壁じゃなくて吸音材を貼っております。まあ、響きがね、かなりすごいんで、広い部屋なんでね、なるべく抑えたいと思ってやってるんですけれども、まあまあちょっとあんまり効果ないのかな。まあ今後いろいろ考えていきます。でもって、ここは編集デスク。生放送もここについている ATEM MINI っていう配信機材でね、カメラに全部つなげてやるんで、前の家でできなかったこの配信をしながらこうパソコンをいじるっていうね、もう基本的なところをもうで、ね、やっとできることになったんですよ。もうほんとね、もう泣ける。で、デスクに置いてあるものとしては、まあ、まずパソコンですね。で、キーボードマウスに SSD ハードディスク、それからスマートホームコースター、やっぱりね、これがね、強い味方なんですよ。コーヒーと紅茶をね、ここで温めながら、こうチビチビチビ飲みながら編集するわけですね。で、さっき見せた配信機材に、これ僕ニュートロジーナすごい好きでね、保湿クリーム、これはボディーローションかな、なんかね、アンパンの皮みたいな匂いがするのよ。普段持ち運ぶバッグとかね、洗面所とかにもニュートロジーナの保湿クリームとかは入れていて、結構乾燥しやすいこの時期ですからね、ちょこちょこやっております。これ癖がついたのがね、調理師になってから常に水物にね、触れていたんでね、カサカサになりやすかったんで、今も続けております。で、リップクリームに、これ本ですね、コーヒーとか紅茶とか、あ、お酒もありますね。ちょっと気になった時に調べたりとか、まあ、してます。で、ここに棚のね、ホコリをぶっ飛ばすエアダスターを置いてまして、これ USB 充電なんで、ここからやってます。で、基本的にここでご飯も食べちゃうんで、ボトリットに、グラノーラとかピーナッツとか、アーモンドとか入れて、ここでちょっと済ませております。ちょっとかっこよくね、ディスプレイしとけば、まあ許されるかなと思って。で、ちょこちょこ見えてたかとは思うんですけれども、これね、僕普段この椅子ではなくて、このゲーミングチェアをね、置いてるんですよ。前の家でも使ってたんですけど、やっぱり座り心地がいいんでね、編集をこれに座ってやっております。ただ動画撮影とか、ね、生放送で使おうとすると、後ろ隠れちゃうんで、これ大きいんでね、そういう時はこれを動かして、この椅子を置いて、はい、こんな感じでやってます。で、この下だけね、ちょっと反響防止のためにラグを引いてはいるんですけれども、それ以外はね、何にも敷いてないです。やっぱりいろいろ敷いてしまうとね、埃とか溜まるし、
常に毎朝掃除はしているので、このクイックルワイパーでやりやすいようにと思って、なるべく床もね、物を置かないようにしております。一応ごちゃごちゃしがちなね、配線周りも、まあ、今後ペットを飼うことも考えてしっかりしとこうと思って、まとめてきれいにしているつもりです。まあ、さらにここにね、覆いとかしてもいいと思いますし、まあ、いろいろ考えていきたいと思ってます。で、この電源コードとかもね、絶対あのカズマックス、ドジマックスで引っかかるからと思ってテープでしっかり貼って、踏まないようにしております。あとこっち側ですね、まあ、まだ何も置いてないんで、ここに、テーブルとなんか高めの椅子でも置いて、ここでまあ朝ごはんとか食べてもいいかなとか思ったり、ここも撮影アングルにできるなとか、まあ、せっかくね広さがあるんで、いろいろ活かしたいと思ってます。まあ、新居に来てね、2、3アングルくらい撮影アングル、まあ、作れたらいいなと思ったんですけど、結局5から最大8とか10とかまでアングル作れそうなんで、本当にね楽しみなんですよ。これから、本当にこれからですよ。で、こっちが以前ね、動画で制作風景をお見せした、撮影のまあ背景ですね。壁紙を貼りまして、棚をつけまして、ドローラインを引っ張って、棚を DIY しまして、照明置いて、コーヒー、あれコーヒーの時、なんかちょっとしおれでね。あ、やべやべ、水浴びなきゃこれ、あ、大丈夫か。いかんいかん、せっかく京都の家から持ってきたのに、ここで枯らしたら話にならないわ。一応ここにグリーンバッグも用意してるんでね。作っていずれもしかしたら、まあ、ゲーム実況とかもあるかもしれないですね。で、ここにね、京都から持ってきた樽もいますよ。長い付き合いでこいつとも、まあ、撮影環境としてはこんな感じかな。非常にね、歩きやすく前のうちじゃ歩きにくかったんですよ。意味わからんでしょ、部屋で。もうほんと基本的なところからね、コーヒーの撮影をする空間作りのためにって言って全てをまあ振り切ってきたんで、ようやくですね、まあ、普通に暮らせるような家になったかな。で、あと、まあ、広いことによっていろんな撮影アングルとかを自由に決められるようになったし、自由度はかなり増したんでね、これからいろんなコーヒー動画をまあ撮れるかなと思います。で、やっぱりそこなんだよね。もう5年間ずっとコーヒー動画撮影優先のね、まあ、部屋作りをしてきたんで、まあもう今更いいかなと思って慣れたし。せっかくこんだけ広さがあるんだったら、もうすべてをコーヒーの、ね、ために使ってしまって、まあ、もちろんあの前の家ほど、ね、あの切り詰めずに最低限の生活空間はあの確保しますけれども、まあ、もうやりきってしまった方がいいかなと思いまして、これから、ね、いろんな、コーヒー撮影していきたいと思ってます。あ、ちなみに、ね、紹介忘れましたが、これ、デスクも、ね、楽天市場で買いました。結構、ね、楽天市場で買ったもの多かったですね。このおしゃれな照明もそうだし、まあ、今までコーヒー系ってアマゾンで買うことが多かったんだけれども、家具系はね、なんか楽天の方がいろいろ見れて楽しくて、これ揃えちゃいました。例えばこのラグも楽天ですね。いや、でも本当にね、こんだけ広いお家で撮影できるというのはもう本当にありがたいことでございます。本当にもうなんかね、恐縮しちゃって、最初の頃2週間くらいね、もう寝る時にもね、こんな広い部屋慣れんのか大丈夫かと思ったんだけど、ようやくあの最近普通に寝れるようになってきまして、まあ本当にこの活動をね、させていただいてることに感謝しながら、頑張っていきたいと思っております。で、今後ペットもね、何かしらお迎えする予定ですので、まあすぐじゃないですけど、半年とか1年後とかをめどに、まあ賑やかになると思いますんで、これからね、どんどん進化をしていくカズマックスのコーヒーワールド、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、僕の撮影スペースですね、のご紹介でございました。ルームツアーまた改めてやりますので、お楽しみに。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃね。はい、ちょっとおまけです。こちらね、ちょっと紹介し忘れたんですけど、この照明の下になぜ麻袋がぶら下がってるって話なんですけど、これね、これも反響防止なんですよ。麻袋をとりあえず吊るして、それからアンソニーさんにね、この中にタオルとかやるといいよって聞いたんで、縫い付けてね、裁縫しまして、音の響き防止用の、多分僕だけじゃないかね、 YouTuber でやってんの、あのオリジナルのね吸音材を、作りまして、吊るしております。いいでしょこれ、ちょっとコーヒーユーチューバーらしくね。真似してもいいよ。まあこれ以外にも樽とかもね、あるし、まあ僕らしいね、部屋作りちょこちょこしていきたいと思ってますんで、まあ面白いのがあったらまた追加していきます。はい、というわけで、じゃあね。